おはようございます。やんちゃです。2021年11月5日の朝です。なんかすごい火曜日感ありますけど、金曜日なんですよね。嬉しいそう、やっぱり連休はいいですね。連休の後の1週間が圧縮されるというか、なんかもう金曜日にもなりますけど、次の散歩の日程を全く、日程というかルートを全く考えてないですね。前の日曜日はどこに行ったんでしたっけ。もう5連休で何をやったのかさっぱり思い出せないんですけど、なんだっけ、31何したっけ。ああ、そっかそっかはいはい、31は浅草まで歩いて水上バスに乗ったんでしたね。うん、いやー、記憶力がない。やっぱりなんかノートに記録を取るのはいいですね。この日何やってたっけっていうのがすぐ思い出せるので、思い出せるっていうか見返すことができるので、はい、はあ、いやいや、なんかちょっとここ数日ルービックキューブしかやってない気がしていてもうそろそろやべえなっていう感じがしてきました。しかもですね、ルービックキューブね、全然上達しないんですよね。もうなんかその最後の3段目の手順を何度やっても覚えられなくて、そう、いろんな塊で覚えるとかね。よし、というわけでルービックキューブのコーナーコーナーじゃないコーナーって言っても何も進捗ないんですよね。単にガチャガチャやってるだけで全然できないっていうか、いや、もうなんていうか、その最後の3段目に行くところまではもうだいぶ慣れたもんですけど、慣れたもんですが、さりとてそうこの辺まではね、もう手癖でできるような、なんか手順とかを意識しなくてもできるようになってきたっていうか、見ただけで手が勝手に動くみたいな、この手順をやってるんだっていう気にならない、もうなんか見ただけで体が動く状態、この状態にしたいんですよね。3段目以降も、いや、もう喋りながらやるの楽勝っていう感じですよ。このね、2段目まで、こっからなんですよね。よいしょ、はい、ここまでで、ここで、あ、お、角が揃ってる、角が揃ってるってことは、あとはなんだっけ、エッジをやればいいだけ。エッジは URUR、
て U プライム R プライム U プライム R プライム2回これをもう1回やればいいのかな。 R U プライム R U R U R U プライム R プライム U R プライム2回はい。このチートシートチートシートを元にこれがね覚えられないんですよ。チートシートをチラチラ見ながらやるのはできる。あと100回ぐらいやれば覚えられるんじゃないかなね。だ今回はコーナーが勝手に揃っちゃってたんでコーナーの練習にならなかった。こういい感じに初期状態をバラバラにしてくれるマシーンが欲しい。あの揃えるのは自分でやるからバラバラにするのを何かにやってほしいですね。はい。というわけで今日のルービックキューブコーナー終わり。あそう昨日言ってたなんだっけマグネットコアのルービックキューブは注文してしまいました。はい。まあどっちにしろねいつか買ってたと思うんでいいと思いますよ。いやーなんかすぐに発送されるって書いてあったから届くのは楽しみですね。明日か明後日には届くのでは。本当はねあの11月に入ったので予算がリセットされる。何なんだその仕組みはっていう感じしますけど予算がリセットされるってことはあの散歩のために使う予算が浮いてっていうか計上されてあのレンタルバイクでどっかに行くことができるようになったはずなんですけどなんかそういうのに使うお金を今ルービックキューブにつぎ込んだ気がする。ただ先月それで何をやったかって言ったらこれを買ってるんですよね。これと比べたら8000円のルービックキューブこれの3分の1ぐらいなんで大したことないですよ。はい。なんかでもおかしいな私先月レンズも買ってる気がするんだよな。なんか屋上でまったりするみたい。あしまったタイマーを忘れてる。これ思い出した10分ぐらいにしとくか12分ぐらいにしとくか。屋上でねあとこの12分のタイマーがある忘れた時用の。屋上でまったりするのはコーヒー代ぐらいしかかかんないからすごくリーズナブルっていう風に思ってた時期がわしにもありました。なんですかねなんか余計にお金がかかってる気がしてならない。今日も西の方は曇ってますね。富士山が見えない。でも東の方は晴れてます。めちゃくちゃ晴れてるな。私もう何の話してたか忘れちゃった。お金を使いすぎなのではっていう話ですか、うん、ちょっと締めていきましょう。月初ですし、はい、月末になってなんか今月お金がちょっと余裕あるなってなってからお金を使うっていう風にした方がいいんですよね。
ちゃんとそういうことが分かるようにマネーフォワードを使っているので、なんかいつも月末近くになってきて、あ、ちょっと今月きつくなってきたなみたいな感じになるのでやめたい。そのお金の話をする前何の話してましたっけね。散歩の話だ。そうだった。次の散歩どうしようかな。散歩の話はします。ちょっとまた久しぶりに遠くに行こうかな。天気、日曜日の天気はどうでしょう。晴れですね。しかもちょっと暖かいみたいですね。どこがいいかな。なんとなくですけど、本当にキンキンに寒くなる前に山とか軽い山に行くのはありかな。どうかな。ちょっと山に行くほど体力がついてるかな。ちょっと最近歩いてる距離が短くなりつつあるんで、また体力が落ちている気がする。ちょっとやめとくか。またどうしようかな。でも本当に、ちょっと最近また腰が微妙に痛くて、やっぱりスクーターで遠出をするのはあんま良くない気がするんですよね。なので沼をやるにしても電車で行ける沼にしないと。なんかいい沼ないかな。印旛沼ってどこだっけ。印旛沼って近いっけ。千葉県印旛沼行ってみたいんですよね。そんなにでかくないんだよな。あー、でかくないって言っても牛久沼と同じぐらいはあるか。手賀沼、あー、でも手賀沼と大して変わんないか。よし、今パッと思いついた印旛沼行ってみますか。どういう風に行こうかな。印旛沼、京成成田空港線の印旛日本医大の駅から印旛沼を歩いて、これなんだ、安食、安食かな、安い、高いの安いに食べる、安食かな、まで歩いて、これ何線だ。成田線、成田線、ほんほん、悪くないのでは。よし、ちょっとメモっておこう。印旛沼、印旛沼ですと。で、とりあえず最初は印旛、印旛日本医大から安食、ちょっと待って、安食なのかどうかちょっと調べるか。安食、きっと安食だよな。あ、安食ですね。はい、さてで、
この印旛日本医大駅から安食駅まで何キロぐらいですか。9キロぐらいってことは、印旛沼を微妙にぐるっと回りつつ行けば、うん、経由地に成田湯川を作ればいいのかな。よいしょ、成田湯川、成田湯川、そしたらどんぐらいだ、うん、あれ、なんか経由地を作ったら距離が出なくなった距離出なくなったけど、3時間33分って書いてあるから、うん、まあ大体いつも歩いてる15キロ強ぐらいですね。うん、はいはい、ちょうど良さそう。わからん、印旛沼がどういう感じなのか一応航空写真でも見とくか。はあ、こういう感じですか。なんか人工感ありますね、印旛沼ね。作られた沼っていう感じ。ふんふん、なるほど。田んぼばっかりだ。ちょっと飲み物を多めに持ってかないと、途中で干からびて死ぬ可能性がある。はあ、なるほど、だいたいよかった。よし、じゃあ次の日曜日は印旛沼歩いてきます。次回の散歩シリーズでした。いや、なんか毎朝こうやって屋上でダラダラしてるといいですね。こういうのあれですか、何ですかよいしょ、成功うどく成功うどくってそういう話でしたっけね。成功うどくとは、田園で世間の煩わしさを離れて心穏やかに暮らすこと、晴れた日には田畑を耕し、雨の日には家に引きこもって読書をする意。うん、なんか成功うどくとはちょっと違う気がしてきたな。別に雨の日も晴れの日も屋上活動をしているので、ね、はい。なんかルービックキューブしかやってないと何も話すネタがないんですよね。そう。かといってね、別にこれルービックキューブチャンネルじゃないんで、ルービックキューブの話だけも知っててもしょうがないし、なんせルービックキューブやってるのに進歩がないので、今日もここまでですみたいな、チートシートを見ながら全部揃いましたっていうのを毎日やっててもしょうがないんでね。いや、でも久しぶりだな、なんかすごく落ち着いている気がする。もう一回やることをおさらいするか。ヤンチャクラブ 4K HDR、 アマチュア無線4級、ルービックキューブ、かかりつけ医、歯医者に行く、ヤンチャクラブのコンテンツを作る、あと小指、小指の話します。小指がですね、全然治ってなくて、続けて見てる人じゃないとちょっと分かんないと思うんですけど、この小指が何かっていうと、虫刺され
2年ぐらい前に虫刺されができて、そこからずっとなんか痛いっていう、腫れていて痛いっていう状態が続いてるんですよ。で、1ヶ月ぐらい前に皮膚科に行って貼り薬をもらったので毎日貼ってるんですけど、一向に治る気配がないので、そろそろもう一度皮膚科に行って、ちょっとなんかあんまり改善がないんですけどっていう相談をしなきゃいけないんですよね。これは歯医者で歯石を取るよりもちょっと優先度が高い気がする。いやー、しかし本当に億劫なんですよね。秋葉原の医者に行ってしまってるので、秋葉原に行かないといけない。秋葉原に行くとなるとね、めんどくさいけど、だまあそういう時はなんか理由をつけて出社する用事を作って、で出社のついでに病院に行く、これが一番いい。で、今出社する理由といえば年末調整年末調整が来ましたよ、今年も。なので、あの、次々保険の書類が送られてきてるので、で、なんかそういえば昨日ミーティングで、そろそろウェブで入力する期限なので気をつけてくださいとか言われてたので、わかった、今日入力します今日入力して、入力が終わると、あの、保険会社とかから来てる物理の紙とか、あと住宅ローン控除の毎年の申請書とか、ハンコをして出さなきゃいけないやつをどっちにしろ持ってかなきゃいけないので、持っていくついでに皮膚科に行く、はい、行きます。来週ね、来週のどこかで年末調整の、来週調、年末調整の風強いな、年末調整のついでに皮膚科行く。はい、いいですね。こうやってなんか自分のやらなきゃいけないことを整理するのは大事ですね。何しろ本当最近ルービックキューブしかやってなくて、頭がおかしくなりそう頭がおかしくなりそうなぐらいやってるのに覚えられない手順が、どうしよう。いろんな方法あると思うんですけどね。そう、だから R とか U とか F とかっていうか、 R、U、F しかないんですよね、基本的に。あとはそれの逆順プライムがあるので、 6種類しかないはずなので、で F の逆って覚える必要あるかな。 F の逆が入ってくる手順あるか6種類を何かに、指とかそういうものに対応づけて覚えるとかですかね。音程とか、何か自分の他のものに対応づけて覚えるのがいいんでしょうけど、やっぱり右トリガーとか右ダブルトリガーとか、なんだかんだ言って覚えましたから、塊で覚えるのがいいんでしょうね。あとはそれにいかにしっくりくる名前をつけるか、ちょっとやっていきたい。タイマーが鳴ってる。はあ。なんだかんだ言って散歩の行き先も決まったし、来週やろうかなっていうことも決まったので、いい会議だったんじゃないですか、はあ、よし、仕事しよう。ああ。
よし、じゃあ今週も終わりですが、気を抜かずに頑張っていきましょう。バイバイ。